That's right, yes, I deleted all. Ha ha! I win this time. I win! Yes. 5 BP. Should make things easier. Fuck off. Amazing music! All righty. And punch line. The fucking opening, I'm ready for this. Ah, it's so good. が抜け出してしばらくの間はその場にとどまり続けるんだって。それからお迎えがやってきて、暗いトンネルを抜けると綺麗なお花畑が。それって天国だと思う。でも悪いことしたら地獄に行っちゃうんでしょ。多分ね。私はお星様になりたいな。石形さんが言ってたの。人は死んだらお星様になるんだって。星になんかなってどうするの？流れ星になるの。流れ星は星じゃない。宇宙を漂う岩の塊。それが地球の大気圏に突入するとプラズマとかいうやつになって光り輝くんだって。それからどうなるの？ほとんどは燃え尽きて空の中に溶けていく。その後は？さあ、よくわからないけど、いつかは地上に降ってくるんじゃない？その後は？土になって植物に吸収されて、それを食べた動物たちを最後は人間が。だったら私は流れ星になりたいな。流れ星になってプラズマとかいうやつになって。それから、いろいろあって最後は別の人間に生まれ変わるの。別の人間？そう、今とは違う普通の子供に。おお、サッビッチ。 Alright, here we go. This is where it gets good. 両手は頭の後ろに、そう言ったはずだが。なんだ？頼む、下ろしてくれ。金ならいくらでも返す。Best girl。
Bye. It's about to get better. It gets so much better for the real. I love that guy. なるほど。黒幕のご登場ってわけか。本当ならずっと客席にいたかったんだけど。ねえ、ちょっと何なのよあんた。さあ、膝まずいて両手を頭の後ろへ。どうするつもりだ。邪魔な存在は排除する。悪いけど、先に行ってもらうよ。先に？どうした？なぜ撃たない？星になんかならないよ。お花畑に行くわけでも、地獄に放り込まれるわけでもない。お化けとか幽霊とか、そんなの全部嘘なんだ。 Oh yeah, it's lewd, but it's such a good kind of lewd. I love this and I wanna watch the anime so bad. But I wanna finish the game first. 死んだらどうなるの？無になるだけだ。P. He's so cute, look at little boy. Daijoubu ka? Tasukete
Now it gets even better! Forgot how good this is. You really outdid yourself with this fucking game, man. All the important questions. なんでだよ。
103号室は俺の部屋だぞ。誰が勝手にご負担か。貴様の体を奪った人物だろうね。奪った？覚えてないなら、あの河原で気を失った貴様の体に何かが落ちてきたの。なのだ。どっかの誰かの別の魂、それが貴様の肉体に飛び込んできたことによって、貴様の魂幽体は弾き出されてしまったのだ。別の言い方をするなら、憑依された、ボディジャックされたとも言えるのだ。ボディジャック、その憑依霊に貴様の肉体は乗っ取られてしまったのだよ。嘘だ。嘘じゃないのら。でたらめに決まってる。じゃあ証拠を見せてあげるのら。証拠？証拠？バイ。それは現在の貴様の部屋、103号室の様子なのら。何が見える？俺だ。俺が映ってる。うん。ありえない。録画だとでも？あ、そうだ。だけどそれはニコ生、ニコニコラー映像だよ。リアルタイムのものであることは間違いないのだ。それに映像の奥、テレビがついてるのが見えるら。ああ、ニュース番組が映ってるの。それじゃ、次はこっちを見るのら。はい、こちら警視庁前です。バスを占拠した犯行グループへの取り調べは現在も引き続き行われています。今回の犯行の動機について容疑者たちは、バスを乗っ取れば世間の注目を集められると思った。報道機関を通じて政府が隠蔽している事実について広く一般に知らしめることが目的だった、などと供述しているとのことです。同じだ。この部屋のテレビと俺の部屋のテレビの映像が。これで分かったら、録画じゃないだけど、だとしたら誰が一体俺の体を。 Who knows。 俺は激しく混乱していた。わけのわからないことだらけで頭が破裂してしまいそうだった。もっとも今の俺に頭という器官があればの話だけど、俺はあの河原で横たわった自分自身の体を目撃し、意識を失った。その後のことは何もわからない。気がつくと俺はこのアパート、古来館の203号室にいて、人語を介する謎の猫、自称幽霊のチラノスケと出会ったのだった。チラノスケは言った。俺の体は何者かに乗っ取られてしまった。その結果、俺の魂は弾き出されて肉体から離れてしまったのだと。突然そんなことを告げられて、はいそうですかとすぐさま納得できるはずがなかった。だがその一方で、こんなにもぶっ飛んだ状況を素直に受け入れてる自分もいた。 Tell you what, even though this game is classified as lewd, the fucking story is so good。初めてではなかったからだ。Oh yeah, I forgot that. It's not the first time his body got hijacked. 似たようなこと。とにかく今は自分の体の奪還を最優先に考えるべきだと思うのら。知ってるのか、その方法を。あは。うん。どうすれば取り戻せる。
このアパート、トライカの住人の誰かがとある書物を持っているのだ。古代インドの聖典ナンダーラ・ガンダーラという書物を。ナンダーラ・ガンダーラ、もしかしてその中に肉体を取り戻す方法が。うん、だけどどうしてそんな書物を。ただの偶然じゃないことだけは間違いないのだ。ちゃんとした理由があって、その人物はナンダーラ・ガンダーラを所持しているのだ。その人物って誰だよ。さあそこまでは。おいおい、とぼけるなよ。お前は何もかも知ってるんだろ。俺の名前も知ってたし、それ以外のことも。パパが love this cat。寝るな。いいからちゃっちゃとナンダーラガンダーラを探しちゃってよ。それを見つければ元の体に戻れるって言ってるんだからさ。なんか口調変わってないか。多重人格なのら。それにしても本当にこいつは何者なんだ。ジンゴを介する猫の幽霊、それだけでも十分不可解だというのに、あらゆることを知っているかのような口ぶり。信じていいのか、いや信じざるを得ないのか。この状況では。分かったよ、お前の言葉に従おう。正しい選択なのだ。でどうすればいい。住人の部屋の捜索、まずはそこから始めてみるといいのだ。了解だ。あ、いちいちドアを通る必要はないのだ。貴様は幽体なのだから、壁や天井を自由にすり抜けることができるのだ。それからもう一つ、最後に忠告を。くれぐれも二度続けて興奮しないように。 Do not get excited twice in a row。 二度続けて、うん、そうするとどうなるんだ。人類が、 Humanity、 人類が滅亡してしまうのだ。 Will go extinct。 あは、とにかくナンダーラガンダーラを探すのだ。Don't worry about it, just go find the book. 肉体を取り戻せば何もかもが平穏無事に解決する。以上、健闘を祈る。さらばだ。おい、なんだよそれ。 You know we're gonna destroy humanity at least once, right? Because it's fucking great. ナンダラガンダラを探すのだ。ナンダラガンダラ。 Alright.Go to fucking her room. I want to call Makoto so bad. ここは201号室。ダイハツメーカーの部屋だ。メーカーの名前は聞いていない。おそらく高校生ぐらいだとは思うのだが、学校には行っていないよう。いつもこの部屋で何か機械類をいじったり研究らしきことをしている。今も何かを作っているようだが。僕はインベンター、君はインバイトハー君はインベーダー、これはインバーター。メーカーは頭がいいのか悪いのか、知識があるのか無知なのか、たまにわからなくなることがある。例えばThere we go. More animated cutscenes. お届け物です。は、昨日宅配便。 Oh no, she's not the weeb, she's an inventor. There is a weeb though. I love her. せやから代わりにうちが。なんな、魔法の鏡号って。あ、なんでもねえし。なんでもあるやろ。いいから。まあええわ、見ればわかることやし。見る？一巻だけ貸してもろたんや。でこれからナルギノの部屋で鑑賞会を。なあ！
It is so fucking poor. Well then. How to stop your friend watching your porn? Throw a TV out the window. ここは101号室。ナルギのミカタン。ミカタン。ミカタンのタンは設備語ではない。つまり、ミカちゃんを幼児語化して、ミカタンと称しているわけではないということ。ナルギのミカタンは、タンを含めて彼女の本名らしいのだ。だが、そうは言っても、彼女のことをミカタンと呼ぶのは抵抗がある。そこで俺は名字の方ナルギノという姓で彼女のことを呼んでいる。おかしいな。どこにしまったんだっけ。おいナルギノ、ナルギノ、こっちを向いてくれ。困ったな。あれがないと大変なことになっちゃうんだけど。やっぱりダメか。俺の姿は見えないらしい。おまけに声も聞こえないようだ。ある程度予想していたことではあったが、こうして目の前に現実を突きつけられると改めて愕然とせずにはいられなかった。早く何とかしないと。もう出てきてよ、うん、あの本はどこ。本、今確かに本って言ったよな。 Very perceptive, my boy. We go for all the rooms. My room can't get in there. くそ、やっぱりダメか。中に入ることはできないみたいだ。それにしても、俺の体を乗っ取ったやつは一体何を企んでるんだ。肉体を奪われただけでも十分腹立たしかったが、どこの誰かもわからないやつに自分の部屋を占拠されているという事実も不愉快極まりなかった。姉貴だってきっと怒るだろう。何しろこの部屋にはまだ姉貴の私物がたんまりと残っているのだから。俺が越してくるまで、この103号室には俺の姉イリダツ・アキナが住んでいた。イリダツ年齢は23、陰性でちょっと変態的なところのある変わった姉。その姉がアメリカの大学に留学することになり、古来館を離れることになった。姉はこの部屋に愛着を持っていた。留学を終えたらまたここに住みたいと姉は言った。そこで俺が彼女の部屋を譲り受け、代わりに住むことになったのだ。俺は17歳の高校生だが、俺が一人暮らしをすることについて両親は反対などしなかった。なぜなら俺には両親なんていないからだ。Oh yeah, his parents are dead. I forgot about that. 俺と姉は信州の山奥でじっちゃんに育てられた。そのじっちゃんもすでに他界し、今俺にとって身内と呼べるのは悲しいかな、変態の姉だけしかいない。まあとにかくそんなわけで、この部屋にある家具や電化製品の類は全て姉貴のお下がりだ。机も布団もテレビもパソコンも。もちろんだからといって見知らぬ何者かに部屋を漁られてもいいということにはならない。一刻も早くナンダーラガンダーラを見つけ出し、肉体を取り戻さなければ。
This is the weeb's room. She is the best girl in that letter. ここは102号室。引き渡り糸の部屋だ。She's the best girl. 糸は…寝てるみたいだな。ここは202号室。トラブル。ラブラの部屋だ。ラブラ。誰もいないな。ラブラはまだ帰ってきてないのか。もしもし。一つ住んでは父のため、二つ住んでは母のため。はい、こちら例のお悩み何でも解決、霊媒本舗おばあちゃんと一緒です。大変申し訳ありませんが、ただいま外出中のため電話に出ることができません。ピーという発信音の後にお名前、お電話番号とご相談の内容をお話しください。ここは203号室。さっきチラノスケと話した部屋だ。今はもうチラノスケの姿はない。閑散とした部屋。それもそのはず、もともとこの203号室は空き部屋だったのだから。大家の話によると、もう長いことこの部屋には誰も住んでいないという。そんな部屋になぜジンゴを介する猫の幽霊がいたのか、理由は全くもってわからない。そもそもあいつの存在自体が謎めいているので、推測のしようがなかった。Can you scare a ghost to death? Because that fucking cat is your trash. なんだよ突然。気になったから戻ってきてやったんだ。それはそれは。で、なんだらかんだらは見つかったのだ。あ、いや、まだ一通り部屋を回っただけだし。手がかりは。あ、そういえばナルギノが。何か本を探してるみたいだったけど。それやきっとその本こそが我らが探し求めている古代インドの聖典ナンダーラガンダーラに違いないのだ。本当だろうな。多分。多分かよ。多分。Oh, yeah. あれ？鍵がかかってる。なんで？私、鍵なんて閉めたっけ？ Okay, lady, it's not gonna open. どうしよう。これじゃ取り出せないよ。大事な大事な本なのに。とりあえず本のありかは分かったのだ。あとは引き出しの鍵を見つければ。見つけるだけじゃダメなのだ。ちゃんとミカタン自身がその鍵を手に入れないと。どうして？わけは後で説明してやるのだ。というわけで、イリダツユータン、貴様に指令を下す。ユータン、ハフメネ。引き出しの鍵を見つけてミカタンにゲットさせるのだ。とにかく鍵を見つけないと。確かハートの形をしてたと思ったけど。ハート型の鍵か。あった、ハート型の鍵。ええ、これだな。
だけどどうしてメイコの部屋に。まあいい、とにかくこいつをナルギノのところに持っていけば。え、あれ、掴めない。そりゃそうなのだ、貴様は幽体、壁や天井をすり抜けられるってことは鍵や天井もすり抜けてしまうってことになるんだ。天井？ただの例えなんだ。だから当然のごとく人体に触れることはできない。だったらどうすればいいんだ。方法はあるのだ。なんだよその方法って。Area。 霊力を使えばいいんだ。霊力？説明しよう。霊力とは全ての幽霊や幽体に備わった特殊な能力のことなのら。ほうほう、つうかどこなんだよここは。オイラのイリュージョンワールド。オイラの霊力を使って貴様に幻影を見せているのら。こういう演出って大事じゃん。うんねえ、その特殊な能力っていうのは簡単に言うと超能力みたいなものだね。物理的に干渉することなく物体を動かしたり、遠隔投資したり、資源波を送ったり、そういうことが普通にできちゃう便利で楽しい不思議な能力のこと。この俺にもその能力が？Oh no, it's not, because if he sees too many underwear, the world ends. Oh no. Which we're totally gonna do. At least once. その霊力とやらを使って鍵を移動させれば。甘い！夏休みに帰省した時、親戚のおばちゃん家で出されがちな麦茶よりも甘い！貴様の霊力レベルはまだゼロ。称号で言うと、霊術師見習いクラスのひよっこに過ぎないのだ。そのレベルで鍵を移動させるなど少し。だけど俺にも力はある。 Yeah, you don't know what the fuck you're thinking. 確かに力はある。でもその力はまだまだ微弱なものに過ぎないのだよ。つまり鍵を動かすには霊力レベルを上げる必要があると。その通り。どうすればレベルアップできる？うん、その前に一つ質問。幽霊はなんで人間を怖がらせると思う？え、なんかやつけよっていうか、幽霊は別に人間を怖がらせようと思って怖がらせてるわけじゃないだろう。人が勝手に幽霊を見て怖がるだけで。それは違うのだ。だったらどうして幽霊は明るい場所や騒がしい場所にはめったに出現しないのだ。幽霊が出るところといったら大抵は薄暗い場所や静かな場所、人気のないところと決まってる。言い換えると幽霊は人間が本能的に恐怖を感じそうなところを狙って出没していると言えるのだ。なぜか。And why is it? 幽霊の目的は人間を怖がらせたり驚かせたりすることにあるからなのら。そんなことして一体何の得が？ぶったまをゲットできるのだ。ぶったま？人間が恐怖を感じたり驚いたりした時に飛び出る魂のかけらのこと。めちゃめちゃビビった時にはたくさんのぶったまが、ちょっとしかビビらなかった時には少しだけぶったまが出る。幽霊たちはみんなそれを集めてるのだ。集めるとどうなるんだ？溜めたぶったまの値が規定値に達すると次の霊力レベルにステップアップできるのだ。それに合わせて称号のランクも上がる。ランクが上がると何かいいことが？まあいろいろと。最終的には霊界にも行けるようになるし。霊界がどんなところなのかは知ってるのだ。
Happy and peaceful, ultimate happy and peaceful place. Well, oh, you're lesser sated. だからその楽園を目指して幽霊たちはみんなブッダマの回収に勤しんでるってわけか。そういうこと。わかった。とにかく霊力レベルを上げるにはブッダマとかいうやつを集めればいいんだな。ところでチラノスケ、鍵の件だけど、お前が霊力を使えば済む話なんじゃないのか？俺なんかよりもお前の霊力レベルの方がはるかに高そうだし。シロノスケ is great。 都合が悪くなると寝るのか。You gotta die and then collect a lot of soul fragments by scaring other ghosts. Get a high enough fucking spirit power level and then you can go to the spirit world. Hey, hey. なんでこの部屋に移動したんだ？オイラの見立てではこの部屋ならより多くのブッダマンが集められる気はするのら。はあ、大丈夫かよこいつ。 You can look at the soul fragment gauge at the bottom left to see how many soul fragments you've got. Once it gets full, your spirit power level will increase. Your rank will go up as well. Now you need the heart shape key.Where the gameplay comes in. You can see the number of times you can use your spirit power above the soul fragment gauge. Use L and R1. When you're within range, you can use for a trick. The target name will be displayed on screen. Move the center cursor, blah 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 blah. Yeah. Time to get started. First pick any target and press the X button. Kagi? Kagi, doko? Teiyu ka, watashi kagi nante shimeta oboe nai nda kedo. Doushiyou.本が取り出せないよ。Okay, okay. チラノスケ、これは？時間が止まったのら。時間が？幽霊や幽体は時間を止めることができるのら。いや、もっと正確に言えば時間という流れの中に停滞できるというべきか。例えば川に流した笹舟は放っておけば川と同じ速度で流れていくだけだけど、笹舟にモーターとスクリューがついていれば川のある地点にとどまり続けることができる。ここでのモーターとスクリューは貴様の霊力を指すら。分かったような分からないような。じゃあシンプルにこう考えてみたら、幽霊や幽体は時間に関する物理法則が適用されない存在なのら。したがって幽霊や幽体は時を自在に操ることができるのら。とにかくこれだけは覚えておいてほしい。霊力を行使できるのは、要するにいたずらを実行できるのは時間を止めている間だけ。古来館の住人が見ている前でリアルタイムに霊力を使うことはできないから注意するらよ。
So there you go.嬉しくないなら？あんまり。どうして？ぶったまって魂のかけらなんだろ？いいのかよ、そんな大事なもんもらっちゃって。ああ、そんなことを気にしてたなら大丈夫なのら。今ぐらいの量のぶったまだったら5、60個もらったところで死にはしないのら。例えるなら大木の枝から葉っぱを1枚拝借するようなもので。そっか。それに欠けた魂は一晩も寝れば完璧に回復しちゃうしね。だから気にせずガンガンぶったまを集めていくといいのら。Get yourself recognized by doing what you just did, picking targets for room, playing tricks. くそ、ナルギノのやつ気づいてくれないみたいだ。Drowner, you have to fill this part. Sucks. ぶったまが出てこないの。ぶったまげさせられなかったからな。つまり、いたずらしても驚かせることができなければ、ぶったまは手に入らないと。うん。さっきも言ったが、貴様が今使える霊力の回数には鍵、ぶったまげない外れ面を選ばないで、ぶったまの手に入る当たり面を的確に選んでいくのらよ。There we go. Yeet.Kira Nosuke is the best cat in the world. You get scared too easily, lady. Time humanity's being destroyed. Total. よし、これでようやくハート型の鍵が動かせるぞ。パンティース。Safe。
それじゃあこのハート型の鍵を。たま、それ美香さんの部屋に持っていくつもりなんだ。ああ、そうだけど。だとしたら無理なんだ。どうして。貴様は幽体だから部屋から部屋へと自由に行き来することができる。だが鍵は物質でできているから壁や床や天井をすり抜けることはできないのだ。そんな。だから言ったのだ、ミカタン自身が鍵を手に入れる必要があるって。じゃあどうすればいいんだよ。簡単なことだ。鍵をミカタンのところへ持っていけないなら、ミカタンの方を鍵のあるところまで連れてくればいい。つまりナルギノをこの部屋へ導けばいいと。そういうこと。だけどどうやって。ただいま。おかえり、ナルギノ。隣の部屋から聞こえてきたみたいだね。ラブラが帰ってきたのか。あー、ゴン様、ゴン様。What? 何してんだよこいつ。さあ、今日もお肌すべすべですのね、ゴン様。彼女の名前は秩父ラブラ。ラブラ is great. 職業は霊媒師。彼女は俺の姉、イリダツアキナの親友でもある。二人はニコニコ生放送、いわゆるニコ生を通じて知り合ったらしい。ニコニコラフ。そうそう。ラブラと俺の姉は共に生主だったようなのだ。俺の部屋の様子を203号室のノートパソコンで見ることができたのはこのため。俺の姉は他人に私生活を見られることで無常の喜びを感じるという奇特な性癖を持っている。 Yeah, your sister is definitely preferred. この盗作した欲望を満たすため、姉は室内に複数のカメラを設置し、24時間休むことなくそのカメラで撮られた映像をライブでニコ生に配信していた。だから言ったのだ、あいつは変態だと。もちろん俺は引っ越してからすぐに配信用のパソコンの電源を落とした。だがカメラはそのままにしておいた。姉が戻ってきた時になんやかんやと文句をつけられるのが嫌だったからだ。そのカメラで撮られた映像があれだ。なぜニコ生にアップされていたのかはわからない。俺の体を乗っ取ったやつが自分でパソコンを立ち上げたのだろうか、それともチラノスケが。とにかくそんなわけでラブラと姉はニコ生を接点として知り合い、すぐに意気投合。互いの放送に出演したりされたりする関係になったようだ。当時姉はすでに古来館の住人となっていたが、ラブラの方は別の場所に住んでいたらしい。そのラブラが姉の部屋を訪れていった。いいなあ、私もここに住みたい。だったら住めばいいじゃん。部屋空いてるみたいだしさ。かくしてラブラはこの古来館の住人となった。姉が俺にラブラを紹介してくれたのもこの頃。ラブラとは結構長い付き合いになる。うわ、何が IT ベンチャーの CEO よ。偉そうにしちゃってさ。また振られたんだ。またって言うな。それに振られたわけじゃないし。じゃあなんだよ。女の子とね、一緒に歩いてるとこ見ちゃったの。それだけ。手をつないでた。こういうのじゃなくてこういうの。ラブラってさ、処女なの。はぁ、処女じゃねえし。姉貴から聞いたんだけどさ、誰とも付き合ったことないんだって。
He's a cocky little kid, I love him. 24時間生配信してた女に言われたくないわ。確かに。でも、なんで突然アメリカ留学なんて言っちゃったんだろう。愚痴を聞いてくれる相手は。ユータ聞いてよ、その IT ベンチャーのエロガスがさ。ゴン様、緊張してるんですか。こんなにガチガチに固まっちゃって、かわいい。Oh God. とにかくこれでコマは一つ増えたのだ。ミカタ、メイカ、それからこのラボラ、三人にうまくいたずらを仕掛けてミカタをメイカの部屋に導くのだ。まあチラノスケ、いたずらを仕掛けてナルギノをメイカの部屋に導けって言うけどさ、具体的にどうやったらいいんだよ。ん？さっきみたいにいたずらを仕掛けたって驚かすことがせいぜいだろ。人を別の場所に移動させるなんて、どんないたずらをやればいいんだよ。ただいたずらしただけじゃダメだろうね。いくつものいたずらを有機的に連鎖させないと。いくつものいたずら？連鎖？それを説明する前にいくつか覚えてもらうことがあるのよ。まず今度は一つの部屋だけではなく複数の部屋でいたずらを仕掛ける必要があるわ。早速部屋を移動するんだ。ミカタンの部屋で待ってるらよ。バイ。いたずら対象が増えるわけだな。あ、まだ説明は途中だ。 Oh God. Here it goes. おい、鍵？引き出しの鍵はどこ？うわ、ナルギノ、お前なんて格好してるんだよ。 Oh no, panties. ごめんナルギノ、俺そんなつもりじゃ。ユータ、二度続けて興奮しちゃダメだ。目をそらすのら。Now you find out what happens. ここまで来れば平気だろう。This is what happens.Leads to the end of the world. Shiranosuke, これは一体全部貴様のせいなのだ。貴様のせいで人類は滅亡してしまったのだ。くれぐれも二度続けて興奮しないようにって言ったのに。ごめん、意味がわからないんだけど。ああ、仕方がない。説明してやろう。貴様は女性の下に。おパンツ様を目撃すると興奮の度合いが極限に達し、超人的な力が発揮できるようになるら。He's a fucking great superpower, by the way. どうしてそれを。
貴様のことなら何でもお見通しなのら。だけど極限はあくまでも極限ら。それ以上はない。したがって超人化してる最中にさらなる刺激が加わるとリミッターが振り切れて貴様の意識はぶっ飛んでしまうのらよ。ちょうど電気のヒューズが飛ぶみたいに。これがおパンツ様を連続的に見ることで貴様が気絶してしまう理由。ああ、確かにそうだ。認めるよ。でも、だから何だって言うんだ。そのことと人類が滅亡したこととどんな関係が。わからないなら。わからねえよ。ったく、鈍いやつらな。要するに貴様が気を失いさえしなければあの小惑星が地球に落ちてくることはなかったってことらよ。待て、全くこれっぽっちもちゃんとした説明になってないぞ。俺が気を失うとどうして小惑星が落ちてくることになるんだ。えっ、違います。Hungry。 おい、ふざけてんのかてめえ。とにかくやり直すなら。やり直す言ったら。幽霊や幽体は時間に関する物理法則が適用されない存在だと。したがって幽霊や幽体は時を自在に操ることができるのだと。つまり過去に遡ることができると。その通り。だけど。いいから、しのごの言わずにさっさとやり直すのだ。目下の最優先事項はナンダーラガンダーラを手に入れることである。ナンダーラガンダーラ。そうすれば貴様は肉体を取り戻し万事円満に解決するのら。さあ行け、入り立つ幽体よ。時の流れを遡り味方を名家の部屋へと導くのら。Boom gauge. さて、さっきの説明の続きだけど、低い位置へ移動するとうっかりおパンツ様を見てしまうリスクが高まるな。しかもひとたびおパンツ様を見たら本能にほだされるがまま貴様はおパンツ様をガン見してしまう。理性では見てはいけない、いけないと思いつつも貴様の本能はもっとじっくり見たい、見たいと欲してしまう。そしてその欲求のあまり吸い込まれるように意識をおパンツ様に集中してしまうのら。Caution will appear on the screen. The camera will be drawn towards the panties. You fucking move the other way. Be careful, because this means an asteroid will hit Earth. いい？もしおパンツ様を見てしまったら、興奮する前に気合で目をそらすのだからね。目をそらして心を落ち着かせれば、時間とともに興奮度合いは下がっていくはずら。それでは、これまでの説明を踏まえて、本題のレクチャーへと進むらよ。ヘイ、カモン！ヘイ、カモン！Fucking love this cat。さっきも説明した通り、味方にハート型の鍵を見つけさせる。つまり、指令を達成するためには、複数のいたずらを連鎖させる必要がある。いたずらを連鎖させる。
いわゆる風桶現象を起こすことが次に貴様が取るべき行動だ。風桶現象？聞いたことない？風が吹けば桶屋が儲かるって江戸時代にできたことわざ。あ、知ってる。あれだろ、風が吹くと土ぼこりが立つ。土ぼこりが目に入って失明する人が増える。失明した人は江戸時代では三味線を弾いて生計を立てるしかないから、三味線がたくさん売れる。すると三味線が売れすぎて、その材料となる猫が大量に駆られる。猫が減りすぎて、yeah, it's the very first chapter. 増えすぎたネズミは、and it is a visual novel. First and foremost, there's a lot of text anyway. 桶の需要が急激に高まって、桶屋に大量発注。桶屋儲けまくり。と、風が吹いただけで猫がジェノサイドされまくる超絶スペシャルホラー満載のお話で。違うだろう。もとい、ある出来事が巡り巡って思いもよらぬ物事に影響が出ることらね。それが今回とどういう関係が？わからないかな。要するに桶屋を儲けさせるために風を吹かせろってこと。桶屋、すなわちナルギノを名家の部屋に連れて行くために、風、すなわち何かのいたずらを仕掛けると。そうそう、それも何段階にも連鎖させながらね。都合よくできるか。しかもいたずらで。それができてしまうんだな、都合よく。とりあえず実際にやってみない？ほら、習うより慣れろって言うじゃん。いいいい、説明しても混乱するだけだしね。わかった、じゃあやってみるか。あい、そうそう、ここにも貴様が使える霊力の回数には限りがあるからね。霊力を使い切る前に必要ないたずらを仕掛けないと打ち止めで手詰まりになってしまうのら。ではそれぞれの部屋を行き来して効果的ないたずらを探すのら。では今度こそ人類を滅亡させずに地球を達成するのら。今日はなんだかいつもよりもアグレッシブじゃありませんか？それは私がいつもよりもセクシーだから。いやー、ゴン様のバカ、もう正直すぎ。危うく意識を異次元に持っていかれるところだった。それにしても騒々しいやつだな。隣のメーカーはうるさくないのか？あ、留守電が入ってる。依頼かしら？一件の新しいメッセージがあります。最初のメッセージ、今日午後9時25分のメッセージです。除霊の依頼したいんですけど。あ、すみません、またかけ直します。もう何よ、連絡先ぐらい入れなさいよね。Oh, wait until you meet best girl.
やったのら。見事部屋の状況が変わったのら。きっとこれは正解だよ。これっぽっちの変化で影響が出るのか。必ず出るはずらって。この調子で他にも探すのら。早うこれ完成させてやらんと。あいつの負担軽くしてあげたんさかいな。Second best girl。ナブラはまだ帰ってけえへんのかね。ナブラに伝えなあかんことあるんやけどね。なんでメイカはラブラが帰宅してることに気づいてないんだ。あんなに騒々しく人形とじゃれ合っているのに。そうか、あの工作機械の音が騒がしすぎて隣のラブラの部屋の物音が聞こえてないんだ。You're staring looking at that bookcase, it's clearly not there, you fucking retard. Your art is amazing, lady. Hey, little rabbit. Happy. Okay. The panties. Her room and turn off her drill. There we go. Oh, yeah, Toma
しもた。ご紹介な。なんや、この気色悪い声は。お、ラムだっけ？いつもに帰ってきたんやろ。そうそう、うちラブラに伝言あったんやった。ほな行こか。ついに連鎖起動するのらね。ああ、ピッチと出るか強度出るか、あとは運を天に任せるのら。ありがとう。邪魔するでラブラ。お前に用事があってな。っていうか何しとんねん、人形と抱き合ったりして。なんでもないわよ。これは霊媒の修行の一環で。そう、それより何よ伝言って。まあええわ、預かった伝言ってのも他でもない霊媒についてや。ラブラに除霊の依頼や。お前が留守の間に来客があってな。詳しいことはこの手紙に書いてあるらしい。はいはい、何に助けてください。この家何かいるみたいなんです。多分タニシの霊だと思います。そのタニシが夜な夜な私の耳元でささやくんです。 Fucking music is so fucking loud。Okay, well, now I just fucking turned off. 死にたい、死にたいって。本当なんです。信じてください。またこの手の相談か。憂鬱だ。断ろうか？いえ、受けるわ。仕方ないわよ、仕事なんだし。借金を返すために。エリ好みなんて捨てられないし。え？ああ、なんでもない、なんでもない。ありがとう、助かったわ。ほな、うちは行くで。なんや、工具が壊れたみたいやから、修理パーツを物置に取りに行かんと。さてと、除霊の準備に取り掛からないと。まずはお塩ね。確かまだキッチンにたくさんあったはずだけど。これ塩入れがシンクに落ちて台無しになってる。参ったわ、買ってきてもいいけど面倒なのよね。あ、そうだ、味方に借りに行こう。 Yeah. Chain reaction. ねえ味方、お塩貸してくれない？マブラさん、これから夕飯だが随分遅いな。え？ごめんなさい、つい。つい？そんなことよりもラブラさん大変なんです。どうしたの？机の引き出しが開かなくなっちゃったんです。何か引っかかってるとか？そういうんじゃなくて鍵が。かかってるの？はい。だったら鍵を開ければいいじゃない。その鍵が見当たらないんですよ。なくしちゃったみたいで。それはそれはご愁傷様。人事みたいに言わないでください。だって完全に人事だもの。友達が行く予定だったバーベキュー合コンが雨で中止になったぐらいに人事だわ。冷たいな。何か大事なものでも入ってるわけ？はい、ものすごく大事な本が。本ね。ラブラさん、一緒に探してくださいよ。何を？鍵ですよ、鍵。ハート型の鍵です。どうして私が？お願いしますよラブラさん。わかったわ。それじゃあ私はキッチンの方を探すわね。お願いします。何これ？
ねえミカさん、こんなものが落ちてたんだけど。もしかして鍵ありました？それは見つかってないんだけど、キッチンの床にこんなメモが落ちてたの。何何？今日中に先月の家賃を。Hey, that's my friend today.まだ払ってなかったの？私は何ヶ月分も滞納してるけど。はい、仕事が忙しくてつい後回しになって、それで今日は必ず払おうって今朝メモに書いておいたんですけど。あの、でも今の今まで忘れてたのね。早く払いに行った方がいいんじゃない？ほら、メーカーってお金にはうるさいじゃない？そうですよね。私すぐに払いに行ってきます。パパパパパ。There we go. You let the drone though. Easy mode. メイカー。で、あれ？いないじゃん。ん？あった！これだ！机の引き出しの鍵。でもなんでメイカの部屋に。まあいいか、とりあえず部屋に戻って引き出しを開けてみよう。おかえり。おかえり。ただいまモス。バックリバックで、どうだった？じゃーん、メイカの部屋にあったの？はい。どうして？そう、とにかく試してみますね。ちゃんと引き出しが開くかどうか。Fair enough. いよいよだな。うん、この中にナンダーラガンダーラが。ナンダーラガンダーラ、これは。This is panties.Well, not necessarily. In the opening, you find out that the boy that's now a ghost gets superpowers from looking at people's underwear. But if he gets excited twice, he explodes. Panchi! Panchi Parma to...チラシ寿司？舞台のミュージカルのオーナーです。 That's for the episode. 本っていうか台本よね。あ、ラブロさん知らないんですか？業界用語では台本のこと本って言うんですよ。おいチラノスケ、話が違うじゃねえかって。いなくなってる。逃げやがったなあいつ。舞台来年の1月1日が初日なんです。なのに私まだ覚えてないセリフがあって、だから稽古しなくちゃいけなくて。分かったわ。でもいくら大事な本だからって引き出しに入れて鍵までかけなくたって。それが鍵をかけた覚えがないんですよね。じゃあメイカがかけたってことかな。そうじゃなかったら侵入者がいたってことになるわよ。それはないと思います。 Yeah, why would someone break in and lock your script in a drawer and then leave? この古来館のセキュリティは万全ですから。どこが。見た目がボロすぎて安全というか。こんなところ泥棒さんが狙うわけないですよ。そもそも泥棒さんって鍵を開ける方が仕事でしょ。鍵を閉めていく泥棒さんなんて聞いたことがないです。でもストーカーだったら。ミカタン、こんな大事な本を鍵をかけずにしまっておくなんて不用心だな。僕が代わりに鍵をかけてあげよう。みたいなさ。気
気持ち悪いこと言わないでくださいよ。だけど一応アイドルなんだからありえないことじゃないでしょ。一応って私こう見えてもシーズメイの人気投票で5位に入ってるんですからね。何人のグループだっけ。8人です。半分より下じゃない。とにかく私のところにストーカーが来るなんてありえないですよ。1位のクミちゃんのところだったらまだしも、私にはそんな熱狂的なファンなんてついてないですし。そうなの。はい、クミちゃんのところに送られてくるプレゼントってすごいんですよ。ラジオで武田信玄が好きだって言ったら新潟のファンから大量の塩が送られてきたりとか、早く結婚したいなって言ったらリボンをつけた生きた豚が送られてきたりとか、一体どこの国のプロポーズだよっていう。エンディー。他にも7つ揃うと夢が叶う玉が4つ送られてきたこともあったみたい。ドラゴンボール Z reference。どうせだったら全部揃えてから送ってほしかったよねみたいな。はあ、アイドルって大変ね。恋だってご法度なんでしょ。恋なんてめっそうもない。 Calm down, lady. ミカタンって17歳だっけ。はい、高2よね。そうです、いわゆる思春期ってやつだ。多分。ううん、そうじゃなくて旬の始まる時期と書いて思春期。17歳は最初の恋の旬なのよ。 Why do you have three clocks that all say different times? Four clocks? Five clocks? Why do you have five fucking clocks? 恋に旬なんてあるんですか。あるわよ、人生に2度。カツオみたいなもんね。身の引き締まった春の初ガツオとこってりと脂の乗った秋の戻りガツオ、どちらもそれぞれ独特の風味があって味わい深いものだわ。おかしい？だって恋をカツオに例えるなんてそんなの初めて聞いたから。でも我ながら言い得て妙だと思うけど、ほらカツオって回遊魚じゃない。恋も巡り巡っていくものだから、そんなところも似てるわ。あとはいい出汁も取れるし。そう、恋は人生の出汁、旨味成分。恋のない人生なんて味噌を溶いただけの味噌汁と同じよ。なのに恋ができないなんてかわいそう。初ガツオは春にしか食べられないのよ。ファンのためです。それは建前。本当はしたいんでしょ恋。それとももうしてるとか。してないですよ。見つけようともしないの。そういうこと事務所がうるさいから。その割には一人暮らしは許可されてるのね。それは大家が社長の知り合いだからで。メイコが。はい。へえ、そういう外交的なスキルもあるんだ。あの子幼なじみなんだっけ。幼なじみっていうか、まあそういうことになるのかな。小さい頃からよく知ってるし。ところでラブラさん、何しに来たんでしたっけ。お塩を借りに来たの。ああそうだった、ちょっと待ってくださいね。何作るんですか。難しい質問ね。強いて言うなら安らぎかな。焼きネギ。Break his shit. 安らぎよ安らぎ。人の心に安らぎを作るの。除霊に使うのよ。お清めのお塩が切れちゃって。ああ。っていうか、それって普通のお塩で大丈夫なんですか？塩化ナトリウムであれば何でも。
要は気持ちの問題よ。これで足りるかな。 Hands are a handful of salt. Why do you have so much salt, lady? 足りすぎよ。私に関東一円の横島の霊をまとめて始末させるつもり。 Yes. クミちゃんからもらったんです。例の新潟のファンから送られてきたってやつね。はい。というわけでどうぞ。それじゃあありがたく。バスジャック事件に関する新たな情報です。バスを乗っ取った武装集団のメンバーについてですが、逮捕された容疑者たちはいずれも宗教法人救命会の関連であることが分かりました。救命会は独自の終末思想を教義とする宗教団体として知られており、警察は組織全体が今回の事件に関与していた可能性もあるとみて捜査を進めています。救命会知ってるんですか？ちょっと弟のランドが。弟？ごめん気にしないで。今回の件とは何の関係もないし。あ、そういえば大丈夫でした？ラブラさん。ん？あのバス乗ってたんでしょ？ユータ君と一緒に。もう。怪我は？大丈夫よ。ご覧の通りピンピンしてる。本気で死ぬかと思ったけど。どうしてあのバスに？あれ？話してなかったっけ？アキナがね、ビザの関係で一時帰国してたのよ。でも今日のフライトでまた戻るって言うから、それでユータと一緒に空港まで見送りに行ったの。その帰りのバスで事件に巻き込まれたってわけ。なんだ、アキナさん帰ってきてたんだ。だったら一声かけてくれればよかったのに。ずっと一つ屋根の下で暮らしてきたのに水臭いな。ねえ、ところで一つ聞いてもいい？何ですか？あなたどうして知ってるの？私とユータがあのバスに乗ってたって。 Yeah, girl. それはそのネットで見たからかな。ニコ生のこと？はい。変ね。確かに私はスマホを使って事件中の車内の様子を配信してたわ。だけど私の姿は一度も映ってないはずなのよね、スマホのカメラに。あれおかしいな。ああそっか、思い出した。確か生主の名前を見て配信に使ったのはいつもとは違う別のアカウント。誰も知らないはずなんだけどな。You are caught out, girl. ねえ、ちょっと何なのよこれ。スマルさんのリンゴちゃんは蜜がいっぱい。え、歌うの？ラルキノ、イケメン。おっと、ナムラ。あれや、カメニシ君脱走しとったで。なんですって？ナムラさん、押しよう押しよう。ありがとう。ところで亀西君って誰？あれ知らんかったん？ Her turtle. ラブラ最近亀飼い始めたんやで。そいつにつけた名前が亀西君。亀西。そういうこと。ああせやったな。ナルギの亀苦手やったもんな。ってそんなこと言うてる場合ちゃう。Why do you not like turtles? Turtles are amazing. 緊急事態発生の合図。ストレンジジュース出動や。ストレンジジュースロールアウト。Here we go. ストレンジジュースラッシュアップ。 Reality. なあ、いつも思うねんけど今の踊りって必要なん？まさかナルギノが。あっしょ、うっしょ。
ったんでも、もう一回見なければ。正義のヒーロー、ストレンジジュース。 How can you not tie his hair? Look at her fucking hair, for fuck's sake. So obvious. それにしてもピッチピチやな。ちょっと太ったんちゃう？ Wow. うるさい、黙れ。コスチューム新調したろか？大丈夫だ、痩せるから。ほんまかいな。それよりも早く。わかってる。うい。ほな、気ぃつけてな。あ。いつもの通り、ブリーフィングは移動中に行うさかい。了解だ。ほんま、無理せんといてや、ナルキノ。ビーダーメーカー。パンプキンチェアよりストレンジジュース、聞こえるか？こちらストレンジジュース、感度良好。場所は NL356901 EL139-7059 新宿か？新宿？せや、ビルの13階。現場は映画館の中や。何があった？それが同じやねん、今日のバスジャック事件とは。救命会を名乗る武装集団は現在も観客を人質に取ったまま映画館に籠城を続けています。犯人たちはインターネット上の動画共有サイトで声明を発表しており、あ、it's my favorite girl。 これより我々は真実を公開する。どうか落ち着いて聞いてもらいたい。今、小惑星 VR1 が地球に向かって接近しているのを諸君らは知っているだろうか。この小惑星の大きさは直径約2km。恐竜を絶滅に導いたと言われている隕石の大きさは直径約10km であったと推定されていることから、もしもこの VR-1 が地球に衝突した場合、どれほど甚大な被害が発生するかは想像に難くないだろう。この件についてパンスターズやネオシールド、リニア、ニート、スカイサーベイといった小惑星の捜索プロジェクトに関わるほぼ全ての組織はいずれも衝突の可能性は極めて低いと報告している。 NASA の発表によるとその確率はわずか 0.057% だが、これは嘘だ。小惑星 VR-1 は確実に地球へと衝突するコースを進行している。ぶつかるのは来年1月1日の午前0時頃。この事実を公表すれば世界中が恐慌状態に陥るのは明らかだ。そこで米国主導のもと主要各国の政府は結託し、この事実を隠蔽することにしたのだ。しかし事実を隠している理由はそれだけではない。あと2つある。米国は極秘裏に核ミサイル数十発を搭載した軍事衛星を宇宙空間に配備している。これは歴史とした宇宙条約違反であるが、今はこのことについては追及しない。いずれにせよ、米国はこの兵器を用いることで
接近中の VR-1 を破壊するつもりでいるらしい。作戦のコードネームはインターセプト。米国政府はこの作戦について絶対の自信を持っているようだ。これが事実を秘匿している理由のうちの一つとなる。どのみち小惑星は核ミサイルによって破壊される。ならば真実を告げるのは得策ではないと彼らは考えた。むやみに不安を煽れば地球全土でパニックが起こり、株価は暴落し、あらゆる国の経済は破綻する。Why you like COVID? それを避けるべく米国政府は内々でことを処理することにし、主要各国の政府もそれに追従することにしたのだ。では残るもう一つの理由とは何か。米国にはシャイアンマウンテンをはじめとした避難用のシェルターが国内の各地に設けられている。いずれも核攻撃に備えて作られたもので、堅牢な施設の中には生活に必要な物資が大量に備蓄されている。とはいえもちろんキャパシティはある。内部に収容できる人数は限られているのだ。このシェルターに今米国政府は選ばれた人間のみを避難させようと画策している。万が一インターセプト作戦が失敗した場合に備えて、中に入ることが許されているのはごく一部の限られた者たちだけだ。政府や軍の高官、議員、資産家、その他地位や名声のあるエリートたちとその家族、また小惑星の捜索プロジェクトに関わっている者たちと主要各国の首脳陣および要人たちに対しても、米国政府は優先的にシェルターへと受け入れることを約束している。その代わり VR-1 の進路については虚偽の情報を流すようにと圧力をかけたのだ。無論真相を暴露すれば約束は反故となる。このことを恐れるがために多くの関係者たちは口をつぐんでいるのだ。さてここでもし VR-1 に関する事実が一般に公開されたら、どうパニックを起こした市民たちは間違いなくシェルターへと殺到するはずだ。しかしシェルターには彼らを収容するだけの余裕は残されてはいない。すると必然的に暴動が発生し、これを鎮圧するために多くの血が流されることになるだろう。その後米国政府の目算が正しければインターセプト作戦は成功し、 VR-1 は破壊されることになる。この結果米国は世界の救世主として人々から称賛されることになるだろうが、しかしその一方で最悪の場合は自分たちだけでも生き延びようとした。その卑劣な行為については世界中から非難されるに違いない。米国政府はこのことを危惧しているのだ。だから彼らは真実を伏せている。世界中の人々を欺き、騙し、たばかっている。このような謀略は断じて許してはならない。米国政府並びに日本国政府は今すぐ VR-1 に関する真の情報を開示せよ。これが我々救命会からの要求である。ただいま。 I love her. Time till humanity is destroyed. 10 days. Ending. You get one every fucking episode. An opening and ending.
We gotta fight 24-14. To be continued. Do a heck and save. Tadaima. We have three. それにしても疲れたわ。待っててね、神西くん。すぐご飯にするから。ん？なんか視線を感じる。もしかして。もうそんな目で見ないで、ゴン様。やきもち焼いてるの？亀西くんはただの友達。本命はもちろんあなただけよ。だからね、機嫌直してゴン様。なんであんたがこんなとこにいんのよ。別にええやろ、うち大家なんやし。マスター機使って入らせてもろたんや。そっかそっか、それじゃあ仕方ないわよね。って言い訳ねえだろ。不法侵入で訴えるわよ。まあまあ、そうカリカリせんと。勝手に入ったんは謝るわ。だからね、機嫌直してI fucking love her. で、何しに来たのよ。金目のもんをいただきに。I can't take your money. ただの泥棒じゃない。ちょっと人聞きの悪いこと言わんといてくれる？うちはただ回収しに来ただけよ。家賃一体何ヶ月滞納しとると思っとんねん。ね。業者借金抱えとんのは分かっとるけど、払うもんは払ってもらわんとな。こっちもボランティアで部屋貸してるわけやないんやさかい。何よ。今日の上がりや。いくらかもろってきたんやろ。え、なんや、どないしてん。生も根も尽き果てたのよ。何かあったんか。今日の仕事うまくいかなくて。除霊できへんかったん。できないも何も、最初からそんな能力私にはないもの。それが依頼主にバレちゃったの。ほなお金は？もらえるわけないでしょ。危うく警察沙汰になりかけたところをどうにかなだめて出てきたんだから。お、私のお母さんはね、巫女なの。巫女といってもいわゆる萌え系の可愛らしい方のやつじゃなくて、本物のいた子って言った方がいいかな。おばあちゃんもそのお母さんもそのまたお母さんもみんな。秩父家には昔から婿養子を取らなきゃいけないしきたりがあって、生まれてきた長女が代々巫女の座を継ぐことになってるの。でも私は巫女にはなれなかった。なんで？言ったでしょ、私には能力がないからよ。霊媒の能力が？というよりも自分に嘘をつく能力がね。自分に嘘をつくことができなければ人を騙すこともできない。私霊の存在を信じてないの。
小さい頃からどうしても信じることができなくて。霊媒師なのに？そう、霊媒師なのに。幽霊なんてこの世には存在しないのよ。絶対？絶対。断言できるん？できるわ。ほう。ほな、あそこに立ってるのは誰？ちょっと怖いこと言わないでくれる？誰もいないじゃない。冗談やって。Child. Oh no. We unlock the short animations after, which I'm very interested in. But there's... Fuck me, there's 22 episodes! Jesus. I'm calling it here. We're doing next episode tomorrow. Yeah. Episode a day. Eventually, after 22 days, we'll get through to the punchline and find out what the fucking plot actually is, because I've never finished this game. Yeah, I was on the second chapter before the corrupted punchline just has this issue, which they've never fixed, where your save data just fucking corrupts. So you've got to have multiple save files and hope for the best. But yeah, we're due episode 2, maybe 3, tomorrow, because I don't have work, so maybe. Anyway, thank you for being here and stuff. Fuck. Okay, I'll go bye.